ハミルトン郡は、アメリカ合衆国インディアナ州中央部に位置する郡で、ある。州都インディアナポリスと統合市軍を成している、マリオン郡の北に隣接しており、インディアナポリス都市圏に含まれている。人口は274,569人。郡庁所在地は、ノーブルズビル。郡最大の都市は、カーメルである。20世紀後半、こと九9 9 0年代以降、 軍南部の4都市は、インディアナポリスの郊外都市として、著しく高い成長を遂げている。アメリカが州国統計局によると、この軍は総面積1043平方キロメートルである。このうち1031平方キロメートルが陸地で12平方キロメートルが水地域である。総面積の1.19%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、 この軍は人口18万2740人、6万5933世帯及び5万834家族が暮らしている。人口密度は177平方キロメートルである。67平方キロメートルの平均的な密度に6万9478件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人94.38%、 アフリカン・アメリカン1.54%、先住民0.17%、アジア2.44%、太平洋諸島系0.04%、その他の人種0.54%、および根結0.90%である。人口の1.59%がヒスパニック、またはラテン系である。 この群内の住民は30.80%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が5.60%、25歳以上44歳以下が34.90%、45歳以上64歳以下が21.20%、および65歳以上が7.50%にわたっている。中央値年齢は34歳である。 女性100人ごとに対して男性は96.80人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は93.50人で、ある。この軍の世帯ごとの平均的な収入は71,026ベ米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は82,239米ドルである。男性は56,638米ドルに、 対して女性は34,807ベ米ドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は33,109ベ米ドルである。人口の2.90%及び家族の2.00%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の2.80%及び65歳以上の3.80%は貧困線以下の生活を送っている。 ありがとうございます。